行、旭川方面札幌駅、まもなく発車いたします。次は北見に停まります。本日も JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございます。特急キハ183系オホーツク号旭川方面札幌駅です。列車は7両で運転してまいります。1番先頭から1号車順に後ろ5号車です。1号車指定席、2号車グリーン席、3号車グリーン席、4号車グリーン席、凍結21号車指定席、凍結22号車指定席、5号車指定席です。車内は全て禁煙です。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。お手洗いは2号車、3号車、4号車、凍結21号車、凍結22号車についております。ご案内いたします車掌、安井と野脇です。途中の旭川までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ここで北のレジェンド、キハ 1% 系についてお話しさせていただきます。現在お乗りいただいておりますキハ183系後期型と呼ばれる N183 系500番台は1986年昭和61年に登場しました。先頭形状をスラントノーズから貫通型へ変更、エンジンのパワーアップ、ハイデッカー構造のグリーン車、白い車体にオレンジと赤のラインが入る斬新なデザインで、新特急色と呼ばれる配色は当時の札幌小樽間の国鉄高速バスのカラーリングにも採用されました。長距離特急列車のほか、修学旅行など団体列車としての運転、お座席車両や旭山動物園号などへの改造、すでに引退しましたがニセコエクスプレスやクリスタルエクスプレス、4月末でラストランとなるノースレインボーエクスプレスなどのリゾート列車もキハ183系の一員として、ビジネス輸送から観光輸送まで幅広く活躍してまいりました。関横本線でのキハ183系の走りを存分にお楽しみください。まもなく北見に停まります。お出口は右側、1番線の到着です。北
見では2分ほど停車をいたします。10時55分の発車です。発車まで少々お待ちください。北見からお乗り換え列車ご案内いたします。普通列車遠軽行きは3番線から11時37分の連絡です。また北見ではホームの長さが短いため、一番後ろの車両5号車のドアは開きません。あらかじめご承知おきください。北見で降りのお客様は大変恐れ入りますが、前側6両前側6両のドアからお降りくださいますようお願いいたします。また北見はかつて陸別足寄を通り池田を結ぶ千代区高原鉄道ふるさと銀河線が通っておりました。北見地方は玉ねぎ生産量日本一を誇っております。秋から失礼しました、夏から秋にかけて収穫され、線路沿いの畑にも玉ねぎを入れたコンテナが何個も並ぶ光景を目にすることができます。また秋から冬にかけては玉ねぎを運ぶ貨物列車が運転され、北海道から全国各地へ出荷されており、通称玉ねぎ列車と呼ばれ、鉄道ファンの人気も高く、運転時期になると先ほど通ってきました縄文峠では写真撮影のカメラのシャッター音が響きます。まもなく北見に止まります。
様にご案内いたします。この先列車は縄文トンネルを通り、縄文峠を走っていきます。先ほどご案内いたしました改札入居スタンプですが、1号車から順にお伺いしております。お客様が多数いらっしゃいますため、少々時間がかかっております。大変申し訳ありませんが、もう少々お待ちください。また写真撮影につきましても、皆様が気持ちよくしていただきますようご協力をお願いいたします。まもなくエンガルに停まります。エンガルからは列車の進む方向が変わります。エンガルはかつて名寄本線と石岡本線の分岐駅でした。
名寄本線が先に開通し、オホーツク海側の紋別方面へ線路が伸びていた名残で、名寄本線が廃止された今でも平面スイッチバックが残る全国的にも珍しい駅となっております。また、エンガルでは座席の向きが変わるため大変恐れ入りますが、前後のお客様とお話し合いの上、座席の向きを変えてご利用ください。座席は通路側座席下にありますペダルを踏みますと回転させることができます。エンガルでは4分ほど停車をいたします。12時2分の発車です。発車まで少々お待ちください。まもなくエンガルに停まります。お出口は右側、1番線の到着です。
なく丸千夫です。丸千夫は林業が盛んで、山から切り出した木材を運ぶため森林鉄道が作られ、そこで活躍していたのが国内で唯一胴体保存されている森林鉄道蒸気機関車の雨宮21号です。平成16年に北海道遺産に指定され、現在は丸千夫森林公園憩いの森で約2キロの区間を走り、実際に乗ることができます。信号待ちのため丸千夫にて停車いたします。発車まで少々お待ちください。お坊津くん、ラストランにご乗車くださいましてありがとうございます。特急キハ183系につきましては、43年間北海道各地で活躍し、北海道の鉄道を支えてくれました。これも長年お客様が応援してくださったからだと思います。 JR 北海道を代表してお礼申し上げます。また現在283系車両で石極本線を運転しております。今後とも引き続き石極本線並びに283系をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。本日は特急183系オホーツクラストラン、最後まで存分にお楽しみください。またこれから乗車証明書をお配りいたします。席をお立ちの際、お立ちのお客様は大変恐れ入りますが、着席していただきますようお願いいたします。峠を貫く石極トンネルを通っていきます。石極トンネルが全長4329メートル、
東京スカイツリーの高さとほぼ同じの標高約640メートルに位置しています。瀬戸本線工事の中でも最大の難所であり、建設当時は国内で4番目に長いトンネルであり、瀬戸本線開通によりそれまでの門別名寄経由に比べ所要時間が約3時間短縮され、人や貨物の移動が活発になりました。でこの北見峠は勾配がきつく、秋の落ち葉の季節になると線路に落ち葉の油がつき滑りやすくなり、列車が峠を登れなくなることもある難所です。運転士は車のアクセルにあたるノッチを通常4ノッチにて走行していきますが、秋の落ち葉の季節はノッチを上げすぎるとスリップしてしまうため、1から2ノッチに抑え、ゆっくりと峠を登っていきます。また冬は積雪が多く、12月から3月の間は毎日夜中にラッセル車を走らせ除雪を行い、列車が安全に走ることができるように備えています。
まもなく信号待ちのため、上川にて停車いたします。13時27分の発車です。発車までお待ちください。列車行き合いのため少々停車いたします。発車までお待ちください。
列車は冬には流氷が押し寄せる網走を発車し、エンジン音を轟かせ、難所の縄文峠、北見峠を突越え、通い慣れた石北本線に別れを告げ、大雪の山々に出迎えられ、旭川へと入ってまいりました。あと5分で旭川に到着いたします。出口は右側、3番線です。お乗り換え列車ご案内いたします。特急カムイ30号、札幌行き、4番線、15時ちょうど。快速のヨロ3号、マヨロ行き、6番線、15時4分。普通列車ビュー行き、2番線、14時35分の連絡です。次は旭川、出口右側、3番線に着きます。次の旭川にて、車掌、運転士が交代いたします。1979年、昭和54年に登場してから43年間、何人もの運転士、車掌、車内販売員、客室乗務員が、キハ183系乗務のタスキをつないできましたが、いよいよこのタスキをアンカーの車掌、運転士へタスキリレーします。キハ183系も3月25日の特急北斗、3月26日の特急ニセコ、4月1日、2日の特急ソロベツ、4月9日、10日の特急オホーツクとしてラストラン運転してまいりましたが、ゴール札幌までの 136.8km を残すのみとなりました。どうぞこの後もキア183系最後の力走をお楽しみください。ありがとうございました。14時26分に発車いたします。
号学校行き、まもなく発車いたします。終着札幌には15時58分に到着いたします。ドアが閉まりますのでご注意ください。綺麗な車内作りにご協力いただきましてありがとうございます。
終着の札幌には15時58分に到着いたします。それでは終着の札幌までごゆっくりとお過ごしください。2階建て車両を連結した
特急スーパートカチ、トカチ、サロメス、ミシリ、マリモなど長距離輸送のエースとして北海道内各地に活躍の場が広がりました。最後まで特急オホーツク大鉄として活躍を続けてきましたが、去る3月17日に定期運行を終了し、キハ80系から受け継いだ特急をキハ283系、キハ261系へつないでいく時がやってまいりました。これまでご乗車いただいたお客様、沿線で手を振ってくれた皆様、かっこよく写真撮影していただいた鉄道ファンの方など、長年にわたり応援してくださった多くの皆様へお礼申し上げます。でここ で今日まで特急オホーツク特急大鉄として走り続け、私たち旭川車掌所の相棒ともいえるキハ183系、これまでの感謝を込めまして旭川車掌所一同より感謝状をお送りします。感謝状、キハ1%系車両殿、あなたは北海道で運転を始めてから43年、後期型として36年の長きにわたり北海道の厳しい自然環境にめぐず、今日まで北の大地を走り続けてくれました。ふるさとへの帰省やビジネスのお客様をお送りしたこと、修学旅行の学生の皆様をお送りしたこと、道内各地へ観光のお客様をお送りしたことなど、 JR 北海道の観光輸送長距離輸送に大きく貢献されました。よってその功績を称え感謝の意を表します。令和5年4月10日北海道旅客鉄道株式会社旭川車掌所一同、キハ183系の旅も残りわずかとなりました。ご乗車の思い出は皆様の心のアルバムにしっかりと収めていただけましたでしょうか。キハ183系は北の一等星として、いつまでも皆様の心の中で明るく輝き続けることと思います。豊平川を渡りますと、進行方向右側にキハ183系の基地である内部運転所が見えてまいります。内部運転所社員が本日ご乗車の皆様とキハ183系感謝を込めてお出迎えをしています。どうぞ皆様も手を振って応えていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございました。キハ183系と同時期の1978年昭和53年に開業し、今年夏に閉館する札幌エスタに出迎えられ、まもなく札幌駅に到着をいたします。本日は各駅沿線から皆様のお見送りを受け、このように多くのお客様にご乗車いただき、キハ183系の一体の花道を飾るにふさわしい日となりました。これまでキハ1%系をご愛顧いただき誠にありがとうございました。
の沖縄です。